どうも、フィッシャーズシルクです。今回はですね、世界一長いサイトやったじゃないですか。今回は世界一ちっちゃいサイトです。世界一ちっちゃいサイトっていうのをとりあえず見なきゃならないっていう、多分すげえ目疲れんだよね。で、またこれ夜に撮ってっから俺また目疲れなきゃなんねんだ。YouTube 大変でしょ？実はもうね、開いてます。で、衝撃を受けました。ほんと、最初見た時。いきます。3、2、1、ポン。これっす。なんなんこの小ささ。なんなのこの小さ、パクパクってうるさい。これちょっとアップしてみますね。3、2、1、ドーン！ 7 年かい。これ、アップならない。いや、待て。マジで読めねえ。ちっちゃすぎる。視力 2.0 より上なんですけど、それでも見えない。こんなん、ちょっと待って。ルーペ。無理だ。肉眼じゃ無理。ちょっと、母親にルーペ借りてますじゃねえや、今から借りるんだ。やっぱやめました。母親お風呂入ってたんでね、お風呂にルーペ持ってってるわけないんでね。今ね、こちらのサイトの答えをね、ちょっとパソコンに出してますので、ちょっと自力で読んで読めなかったらこっちを見ます。こんな、もう読みませんね。こんな小さな文字を読んでいただいてありがとうございます。私たちはたった4ピクセルの文字ですが、それでもこのページで細々と暮らしてます。細々だな、これ。仮暮らしのアリエッティだろ、多分これ。ちょっとね、読めないんだよね。しかも結構文字書いてあんのよ。ウィキペディアで知ったのですが、私たちが住んでるのは2次元という世界で、その上に3次元という世界の住人たちがいらっしゃるそうです。まあ僕たちが3次元ですよね。だからこの人は2次元に住んでて3次元を知らないんですね。一体どういう世界なのでしょうか？もしかして、今私たちを読んでいるあなたは3次元の方ですか？もちろんその通りです。僕が2次元だったら見てみてください。これ線に見えますかこれ。伸びるんですよ。まあそんなに言うほど伸びないんだけどさ、全然。これどこ引っ張ってんだ今。ギター担当の女子がよくピアス開けてるとこが今引っ張っちゃった。痛い。私たち4ピクセルには想像もつきません。寒いってどんな感じですか？美味しいって何ですか？一度でいいので3次元という世界を見てみたいです。なんか悲しいな。そうだ、もしよかったらこの下にある4ピクセルのツイートボタンとシェアボタンを押してみてください。押すってどういうことなのかよくわからないのですが、3次元用語なのでしょうかね。4ピクセルより、4ピクセルから送られてきてんだ。あ、これじゃあ4ピクセルって人なんだね、これ相手は。この青い点々。これツイッターマークじゃん。この青い点々多分。ちょっと頑張って押すわ。4ピクセルの思いを込めて。もしもーし。チャレンなんないですよ。ねえ。僕このページからずっと取り残された状態はきついです。奥さん、ごめんなさい。ちょっとせめて拡大させてください。触れないんです。あ、いった急に俺が出てきた。でも今押せたね。これ押すの超難しいよ、マジで。マジでね、ホイホイやってね、容易にこれ押せるとは思えないもん。一発狙ってね、ダーンってやんなきゃ、無理だね、もう。今回の小さいサイトは2次元から3次元に向けてのメッセージですね。画面上、YouTube 上に出てるからこのサイズですけど、直に見たらマジでわかるよ。クルトガのめっちゃ調子いい時よりちっちゃいからね、字。初めてではありがとうございますだけしか俺真面目に読めないの。でもよかったですね。この触るって感覚とか美味しいって感覚が伝えられなかったけど、触るっていう、押すっていう感覚をね、まあ2次元のね、この4ピクセルさんには伝えられたのではないでしょうか。そこだけちょっと僕は嬉しいけど、全然押させてくんない。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にセカンダリ、ツイッター、おすすめ動画いろいろとあります。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アデュー。はい、OK でーす。行こうぜ。飲み行こう。